苦しい。早く、早くとどめを、アリシア様。子供の頃、アリシア様をお見かけしたのです。その時からもう、私とあなたは違う立場だった。私は、時人と呼ばれる民の落とし子の母と、オラフ王、あなたのお父様の間に生まれた。王は、あなたのお母様以外にも、私の母、そう、愛人がいたの。あなたが生まれて間もなくすると、母は王に捨てられた。王は世継ぎとなるあなたが可愛くて仕方がなかったのでしょうね。私は母に教えられた。毎日のようにあなたとあなたの母エヴァリンに対する積年の恨みを。病気になった母は死ぬ前に時人に伝わる魔人の力を得る方法を私に伝えた。そして私は母の怨念をあなたたちへ返すために世話係として近づいたの。王を騙すのは簡単だった。だってあなたよりエヴァリンの方があの人には大事だったから。せっかく王女として生まれてきたのに残念ね。あなたの帰る場所ももうここにもないわ。いい気味だわ。一緒に落ちましょう。アリシア。私は人間は気候などに屈しはしな。魂を捧げよ。